お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ちょっとね、どうしても長年の謎だったんで、皆さんに告白したいんですけども、なんでなんですかね？わかりますかね？今、サムネイルがいっぱい出てますけども、この中で長年の謎といえば、ね。それがね、これなんですよ。陸上の女子の選手のユニフォームって、なんか、ヌードまがいというかね、どう考えても、スポーツのファン以外のファンの方も意識してるように思えるんですよ。これ選手の方に何か罪があるわけじゃないんですけども、トレーナーの方とか、この体育協会かなんかね、そういった協会の方とか、このユニフォームの合否を審査する方とか、みんなの総意でこれになってるんでしょ？な、これ走幅跳びか、もしくは、幅跳びの選手だと思うんですけども、こんな服じゃないとできないもんなんですかね。いや、もちろんなんか、その中学とか高校の体操服にしろってことじゃないんですけども、ジャージとかね。これ、こんなもんなんですかね。これはなんか、ご本人さんとかも、まあ、同意の上っていうかね。これは何でしょうね。なんと言えばいいのか、ちょっとこれ押してみますよ。押してみますよ。音が出てますけど、これ音切りますね。うん、これちょっと再生してみますけども、音切って、新ユニフォームご披露ってありますけど、このユニフォームはこの選手の方が選んでこうしたのか、誰かにこうね、これにしろって言われたのか、はなはな疑問なんですけども。だって中学とか高校でもブルマー廃止になったでしょ、少なくとも。これブルマーじゃないですか、完全に。何なんですかこれ。なんかちょっとそういったね、ところに私は疑問とか違和感が長い間あるんですよね。まあもちろんね、そういうのにときめいた時期はあるんですよ、はっきり言ってね。でも、冷静に考えて今ね、これはねえだろうと思いますよ。いや、これでいいんだったらいいんですけども、これ、ちょっとした考えの撮影者の方、これ集まるじゃないですか、こんなの。なんでしょうね、これは。どういうんでしょうか。これは一体、どうすればいいんでしょう。これじゃなくたって、男子はどうしてるんですか、男子は。男子の、走り幅跳びの方って同じようなこんなビキニとか着てるんですかね。だとしたらもう文句言いませんわ。でも男性はなんか空気抵抗を考えられてるのかどうかわからないけども、なんか露出度が低くてね。こういった若い女の子の選手はこうなってるっていうのは、なんともモヤモヤするもんがあるなぁと思うんですけどもね。そんなこと考えてるのは私だけですかね。いや、みんなにぜひ考えてもらいたいと思いますけども。これ、だって中学高校のそのブルセラよりこれひどいじゃないですか、これ。なんかいいんですかね、これはね。そんな話でした。